15日、熱田神宮で新春恒例の保社神事が行われました。保社神事は豊年と厄除けを願って直径およそ 1.8 メートルの大的をめがけて矢を放つ神事で、500年以上も前に始まったと伝えられています。6人の神職が2人ずつ3組に分かれて、およそ17メートル先の大的に合計36本の矢を放ちます。そして最後の矢が放たれると、参拝者が大的を目指して一斉に走り出します。大的に取り付けられた稚児は厄除けになるとの言い伝えがあり、特に中心にある大稚児は御利益が大きいと言われています。見事大稚児を獲得したのは、息子が入院するんで、息子のために取ることを取ったんで、取れよかったです。いやもうね、まあ今年からもいろいろ震災とかって皆さん苦しいと思うんですけど、皆さんにとって素敵な年になってほしいし、まあみんなね、普通に過ごす生活できたらいいです。ありがとうございます。